冒険というか、まあ、挑戦、とにかく87年からその例えばブラジルとか例えばメキシコとか、本当に旅そのものがまず自分にとっては一つの冒険になる、見知らぬ街、もちろんこれは昔初めて例えばマゼランとかそういうのが行ったのとほぼ変わんないぐらい僕にとっては大きなことなんですよ。もちろんそれプラスそのレースというものの中での戦いがあるわけですから、もうこれには逆に、自分がどこまで通用するのかっていうこの挑戦みたいな、だから僕のこの F1 っていうのはもちろん F1 にたどり着くまでもそうですけれども、もう本当に自分へ の, その挑戦、レースへの挑戦、それからその見たことのない世界、言葉の世界、食べ物の世界への本当に冒険みたいな、そんな時間でしたね。来なきゃよかったとか引き返しちゃおうとか、そういった類の自分がこの選んだことに対する、この道を選んだことに対する後悔っていうのは